久保さんまあ今回失う覚悟にしましょうか失う覚悟うーん多分失うってあの例えばそのネットビジネス始める人ってまあ大体は今の仕事をやりながらって話じゃないですかうんだからんだろうな今の給料がなくなってもいいっていう覚悟のもとネットビジネスをもうがっつりやるっていう。 ことはないんですよだから今を担保しななながらこっちもみたいな感じなんですよねまだまあだ,、まあ、だからうまくいかないっていう一つの要素があるんじゃないかなと思いますね。僕がうまくいった理由は、うん、今こうやってねまあこれは後付け論ですけどもまあ、うまくいったなと思うのはあの時決断。 うん、もう失ってもまあ最悪バイトしてもだからなんだもともと僕は裏方でずっとやってましたしゴーストライターでやってたんで自分で表に出てなんかやるとかね自分で表に出て商品売るとかやってこなかったんで、まあ、経験はあったけど自分の商品扱ったことないので不安もあったしやべえなと思ったし大丈夫かなと思ったし鹿児島一人で行って大丈夫かなと思ったしだけどそこで僕は腹くくったというか。 覚悟したというかその、まあ、全部失ってもいいなっていう、うん、思いましたね全部失ってもいいやと、まあ、最悪ダメだったらコンビニでバイトしようと思ってましたから最悪はね最悪はもう職種選べな職種を選ばなければまあ,ある程度働けると思ったんでだからもうあのなんだ土建でも何でもい,やい,い,いいやっつってね とりあえずダメだったり、いやいやそういうみねあの、選ばなければ、職種はあるわけですから。うん。多分選ばなければ、別に仕事ありますよね。コンビニのバイトが嫌ですとか、あラーメン屋嫌ですとか、なんかそういう、その、いや、これはちょっとっていうのをなくしたら、多分ね、無限に職種ってあると思うんですよ。働けるのって。まあ、あの、ね、道路交通整備でもいいだろうし。うん。多分、 働く場所がないっていうのは、働く場所を選んでるだけであって、<laughs> おそらくね。多分、どっかしらあると思いますよ。だから、だからあとは収入が低いとか安いとかで見てますよね。だから収入安くてもね、ゴミ拾いとかもあるだろうし。うん。だま最悪は、まあ、そうやって生きな、生き、生き、生きればいいかなと思ったんで。でも、あれ思えなかったら、多分、東京離れてないですからね、僕。 うん、だからこれはもうあのー、今の人生があるのはもう間違いなく僕はあの時決断して東京を離れたとそれがなかったら今ないですよ本当にないですね本当にないですね、うん、これ言い切りますけど多分本当にないと思います、うん、だから今こうやって自由にまあやるべきことはやってますけどまあほぼ自由なんでうんいやほんと決断してよかったですね って思える人生で良かったです。いってらっしゃい。